あの雅っていうのは、まあ、外観上のその何ですかゴージャスさだけを表してるんではなくて、その内面的な、その内面から染み出る、こう高貴な部分、要は永続的にこう変わらないこう全員みんなにの憧れであり、そういった部分を雅という名前は表現している。私の名前は山田正幸と申します。私は雅の開発責任者をしております。関市なんですが、関市っていうのは日本のちょうど真ん中に位置していて、東京にだいたい300キロ、京都から100キロぐらいの場所に位置している非常に風光明媚ないいところです。もともとですね、関というのは非常に刀作りが奨励されていて、700年前ほど前からずっとずっと刀作りをしている土地になります。雅はそのまずその包丁を見た時にその包丁欲しいなっていうふうにこう思う包丁なんです。それは外観的にも非常にデザイン性も優れていますし、そしてそれを初めてこう握った時に、はこの包丁ってどうしてこんな握り心地なんだろうと思う包丁であり、あともう一つは食材をこう切った時に初めての感覚で切れる、こんなところが雅の他の包丁と最も違うところだと思います。これは工業製品というよりもどちらかといえば本当に工芸品というか芸術品に近い、こう感性が染み出てくるような商品になっています。